こんにちは。今回は鬼滅の刃刀鍛冶の里編第4話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。それではどうぞ。善逸のソロクワジまた善逸年寄りになるんか。カラーリングがハロウィンみたいでくさ。無一郎くん本当イケメン。無一郎くん本当に目綺麗だな。無一郎が変わった瞬間かっけえな。しかしこうして見るとトキトウくんめちゃめちゃ顔かわいいな。トキトウさんかっこよすぎるだろう。南国少年パプワくんで見たことある。何回見ても気持ち悪いな。なんでこんなリアルなんだ。わらじ履かないで戦ってるの細かいな。さすが柱だぜ。お頭つきが切り身になった。真っ二つにされても動いてる金魚鬼も安定の綾鷹コラボ CM。 今日死にそうなサブタイやめて。腕の生えた魚の化け物さん。不機嫌が隠しきれていない無一郎すごくいいよね。佇まいがりんとしてて改めてかっこよいな。無一郎くんがかっこよくて惚れる。無限列車からさらに進化してるあの再生のもごもご。金魚の頭再生するの想像以上にキモい。はあ、ツボが弱点か。無一郎が和数を追うたびにかっこよくて惚れる。 CG が凝ってて無駄に気持ち悪い。この鬼は絶命するところが分かりやすくてよかったね。鉄器術で作られたものでしたか。全力で登ってるな、虎鉄くん。よじ登る動き可愛かった。本部頭呼ばわりされたの忘れてた。言わなきゃ知ることがなかったのに。無一郎くんと仲直りできてよかった。いろいろあったけど虎鉄くんいい子だな。ちょっとやばい状況なんすよ。土下座客来た。嫌いな相手にも頭を下げられる虎鉄くん偉いな。記憶に霞がかかってる。やっぱ、親方様の力はいい。生きてさえいればどうにかなる。無一郎くんの回想、失った記憶。ご館様の言葉は時とを含めて傷ついた人にとって救いだわ。ボロボロになってる推しっていいよね。霞がかってる回想演出良いね。思考がはっきりしてきたね。お館様の期待に応えるのが柱だ。そうだそうだ、最短で柱になったんだもんな。お館様、それで霞の呼吸なのか。思わず切っちゃった。反転部本とクソゲー。ダブル音波。うわ、食らった。攻撃の威力が落ちてる。気づいた時の炭治郎の顔怖い。この炭治郎の顔悪者か。ってくらい瞳孔を開いてて好き。喜怒哀楽。分裂すると弱くなる。善逸なら死んでそう。割とマジで。なるほど、切って分裂させて弱体化する作戦。炭治郎本当に強くなってる。すごい分析力。毎回肉を切らせて骨を断つスタイルな炭治郎。人外褐色イケメン鬼である。空を飛ぶ敵相手ハブが悪い。炭治郎のお前呼びたまんないよね。切られると増える細胞分裂鬼。一体ずつは牛太郎よりは弱いのかな。一方こっちは実質こっち1対3なんよな。ギリギリ耐えている。禰豆子もこの表情で絶対絶命。大丈夫、カルシウム足りてる。イライラした時に使える画像。なんか喜怒哀楽。顔がいいしイケボすぎて悔しくなってこない。デラックス原野ショットガン。銃は絶対強いんよ。普通ならこれで死ぬやつ。まあすぐ再生するよな。再生能力高すぎでしょ。どこ切ったら倒せるのかわからん鬼多すぎ。なんか一人ジャージ着てる鬼いない。さすがに死んでないよね。こういう傷は抜いちゃダメなやつだからな。禰豆子アイキャッチ。炭治郎アイキャッチ。死んだと思うじゃん。なんか阿弥陀京都泣いてるぞ。背中取った。さすがに避けれないか。声だけ聞いてるとマジでかっちゃん。なぜ死なない。焦る焦る。こいついつもイライラしてんな。禰豆子とてっぱらに穴が。禰豆子を侮ってはいけませぬ。血まみれになっても戦うとはすごい執念だ。禰豆子キックきた。俺も禰豆子に蹴られたい。そんな長い爪の足で人体貫通させる蹴りかましたら爪剥げるで。これが禰豆子の真骨頂なんだよな。ありがとうございます。乳房がこぼれでそうです。禰豆子ちゃんやっぱ杖は。ヒロインめちゃ強アニメ良きです。相手の武器を奪う戦法、特撮で見るやつ。それにチリン島みたいに装備品扱いなのか。ナメプしているからそういうことになる。なかなかえぐい戦い方するじゃん禰豆子ちゃん。見てるだけで痛い。禰豆子ちゃんのダメージが一番やべえ。分かって吐いたけど今回全体的にえぐいぞ。どこの現場もめがりせん。
炭治郎には見せられない光景すぎる。炭治郎、こういう時冷静よな。やっぱアニメでより動きがわかるようになった。やるっけね、やるっけね。死んだと思うじゃん。もうゾンビだろこれ。原野に恐怖するハンテング、一体何なのだと思う時に使える画像。こういうダミ声の岡本信彦声最高に好き。てめえを殺す男の名前だ。ひゃー、原野かっけー。原野の狂気じみた表情最高。ねずこちゃん原野踏ん張れ。串刺し戦法。炭治郎の分析力の高さは異常。アンブルがすごすぎるよ。炭治郎ダイナミック機関。妹いじめられてるところに着上増やせるんかい。戦闘センス良くなってる。判断が早くなってる炭治郎すごい。お前みたいな勘のいいガキは嫌いだよって顔。炭治郎が経験値を経て強くなってる。抜けるときに使える画像。首の骨いったな。ねずこちゃんが食い止めた。ねずこ様かっこよすぎでは。妹が有能すぎて怖いです。ねずこのやらせない関西校。カラクがいたのを忘れてた。鬼の声が良すぎて困る。本当に面倒な能力ばっかだな。これも風の領域超えてるだろ。風圧じゃなくて重力か。基本回避できないのが多いんだよ。泣き度合い楽。白目向いてる。バッドエンドで終わってしまうのか。本当喜怒哀楽に分かれている鬼たち豪華キャストの面々ですね。天狗の馬昇戦最強かよ。緊急速報、緊急速報。金魚の鬼大量になってら。分裂した鬼が多すぎるで。動く金魚キモすぎる。刀鍛冶めっちゃ勇敢だ。さすがに刀鍛冶たちは戦えんよな。金魚嫌いになりました。どうしてくれますか。堀江ゆりカラス。大正時代のプリキュアが来る。ぽっちゃんがついに参戦したか。甘露寺みつりちゃん来た。甘露寺さん会いたかった。みつりちゃん、その胸元はいけませんわよ。そういやこの人そもそも別の場所からすっ飛んできたんだった。甘露寺さん、あの服装で戦ったら放送事故にならないのだろうか。甘露寺ちゃんかわよ。張り切るみつりちゃんかわいい。良いところで終わってしまった。みつりちゃんは来週か。楽しみ。すげえいいとこで終わった。柱が来てくれるとワクワクするな。鬼滅学園物語来た。張り切るみつりちゃんかわいい。みつりちゃん19歳だったのか。泣くみつりちゃんもかわいい。男性にモテモテだが本人は気づいていない。みつりちゃん結構重いからな。おいもう終わったぞ。これ10分くらいしかやってないだろ。毎週短いよって思わせるのは大したもんだな。やっぱこれ1話でワンピースの30話分くらい進むな。キュー太郎倒した後、無一郎なしでここまでやれる炭治郎、もはや柱。今回かなりグロくてびっくりした。ねずこが痛そうで見てて辛い。あの天狗がよく持ってる血はみたいなやつ。ねずこも使えるんかいと思った。未だに敵の戦力が一切削られてないの絶望的だな。舌を切ったとしても回復が早いし、分裂って相当厄介な戦法なんだな。鬼が分裂しすぎてどれがどれかわからん。名前掘っててくれない。喜怒哀楽さんたちより遊郭の兄弟の方が強そうに見えるんやが。こいつ倒すの大変なだけで能力的には割とマシな方やからな。この辺はまだ抱き単体みたいなもんや。こいつらまだ本気じゃないからな。それに倒すめんどくささはこっちのがあげやな。ハンテングは強いというか倒すためのギミックがクソゲーなんだよな。雷、風、音波、槍、哀絶って槍でツンツンするだけ。特殊能力が槍術、文句悪化。しかも一人だけジャージを支給されるという。真面目なシーンでも全員ひょっとこ仮面だからなんかシュールなんだよな。釘宮理恵と堀江優をカラス役で消費するアニメがあるらしい。となると田村ゆかりあたりもカラスになりかねないな。里の場所が秘密なだけに援軍もなかなか来ないっていう設定よくできてるな。こんな重要地帯なら守備隊として柱常駐させとくべきじゃ。柱はめちゃくちゃ働かされてるからそんな余裕ないぽい。ようやく今回のメインヒロイン登場。こいつ今まで何してたの。任務だよ。炭治郎は結構長期滞在してるんだぞ。七柱とは初日で別れたけどより一人形と飲まず食わず戦ってたしな。なんか全体的に引き伸ばしてるような感じだったな。話も言ってしまえば吹っ飛ばされた炭治郎が戻ってきただけだし。作画は良かったけど確かに間延び感というか、火力の攻撃とかもっとスピード感欲しかった。刀鍛冶編はほぼ戦闘だからな。
原作もそのせいで力尽きたのか、刀鍛冶編の戦闘シーンはよくネタにされる。今回ちょっと中だるみ感あったね。甘露寺出たとこで締めたかったんだろうけど、せめて呼吸の一つも披露してくれりゃよかったのに、その辺アニオリ差し挟んでかんと。反転具線長いからサクサクやってもいいんだけどな。それだと尺があれなのか。このお前もなシーン、不要疲れて上半身ざっくりやられたと思わせた後にキリって出すから決まるのに、何回も同じようにザクザクやられてからじゃ何の驚きもないし、炭治郎の表情もいまいち。なんか炭治郎の気違い感が減って主人公感が増してんな。口元とか全然あかんわ。優しい炭治郎から死闘の中でだけ出る畜生感が良かったのに。この辺は漫画的な表現とアニメの表現の違いやろ。この作者は人の業とか心の歪みとかスプラッタとかに才能発揮する。今回はなんというかずっと戦ってるだけの回でしたが、それでも面白いのはさすが鬼滅です。でも正直言うとちょっと原作に比べてテンポが悪かったような気がします。先週までサクサクと進んでた分余計に今回の展開がちょっと中だるみ感を感じてしまいました。進みすぎだったからここら辺でテンポあえて落としたか。炭治郎の気違い度も原作よりかは若干抑えめな感じがしててちょっと残念。でもねず、このかっこよさというか戦い方はかなり燃えたし熱かったので、こういう感じでバトルシーンをサクサク進めてくれたらなと思います。この刀鍛冶編はここからもほとんどバトルシーンしかないから、アニメでどう動かしていくか UFO のスタッフも試行錯誤してるんじゃないかな。期待値はトップレベルなだけあって、その期待に応えていくのは並大抵のことじゃないだろうけど、頑張ってください。あと声優が無駄に豪華すぎます。伝令カラスに堀江ゆいってどんな当てがい方してんのか。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。